スノーマン・渡辺翔太、青島くんハイジワル、はアイドルドラマの最適解そのまんまポンコツイケメンを活かす新設定で GP タイドラマ、逆転現象へ。7月27日に第4話の放送がある、スノーマン・渡辺翔太、31、と中村三36がダブル主演する連続ドラマ、青島くんは意地悪、テレビ朝日系、土曜夜11時が、 深夜帯にもかかわらずドラマファンから熱い支持を受けている。同ドラマは、吉井雄氏の同名コミック、メチャコミックが原作。恋愛不要主義の絶食系男子と、恋愛から離脱した35歳目前の干物系女子の、協定恋愛から始まるラブコメディ。配信サービス t ーバーのお気に入り登録数が78.8万。 7月27日12時現在と校長。この会進劇の秘密とは飲料メーカー、キャットビバレッジで働く総務部員、桂木由紀の中村は、友人の結婚式に一緒に出席する一日限定の菓子役を、社内一のモテ男であるシステム部、青島瑞希渡辺をダメ元で依頼。青島はモテすぎて困っているため、除酒のために快諾。 付き合っている振りのはずが、雪ノは意地悪な青島にとことん翻弄されていた。7月20日放送の第3話は、一人で家に引きこもってしまった3連休最終日。雪ノは行きつけの居酒屋で青島とばったり遭遇。すっかり酔っ払った雪ノをおんぶして家まで送った青島は、うっかり雪ノが玄関に倒れ込むと、上に覆いかぶさる。キスを予感をさせたが、 青島は雪野の方をプニュっとして何かすと思いましたと問いかけた。意地悪な青島の言動に、ほっとしたような、でも少し残念なような気持ちになり、自分でも困惑する雪野。一方、青島は、同僚の谷崎真嗣戸塚淳三31に、雪野と付き合っていることを驚かれ、辛か,かった時が面白いと指して応じるが、 実は雪野のことが気になり始めていて、そんな自分に嘘だろと動揺してしまい、という展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、渡辺翔太が棒なのが気になるけど、なんか見たくなる不思議さ。雪野さんの燃え方に共感するのか。ストーリーもベタよくあるパターンなんだけどね、しょっぴーって、こういうドラマに合うよね。リアルは恥ずかしがり屋だから、 余計にいいのかな、などと、好意的な声が多く寄せられている。渡辺の棒読み演技への苦言もありますが、ファンが指摘するように、何しろキャラがハマっています。モテモテのイケメンですが、時折見せる恋愛下手ぶり、ポンコツぶりが魅力で、雪野に意地悪しながらも、自分がハマっていくマ惑いの表情は、ほぼ本人とリンク。 そもそもアイドルに演技力を求めても限界があります。渡辺自身の個性を生かしたキャラ作りは、アイドルドラマの最適解と言えるでしょう。ドラマライター、山川。新曜日のドラマながら、t ーバーで多くの GP 対、午後7時から11時、ドラマに圧勝という逆転現象が起きているが、渡辺のファンだけでは、この数字は出ません。 渡辺と青島のキャラがカチッとハマった強さに一般視聴者もハマっているのでしょう。また、恋愛展開がゆっくりめなのも渡辺の反応を楽しむのにぴったりで、新規ファンも増えそうです。TVer のお気に入り登録数では、ストーンズ松本松村29、出演の火曜ドラマ、サイオンジさんは火事をしない TBS 系に迫っていて、逆転する可能性がありそうです。 全動